こんにちは。うっかりタンクです。まず1ボスのハードから。このボスで主に注意するのは2つ。方向のバッシュと突進回避。タンクがボスを固定するのでそれ以外はバッシュの準備をする。ここでバッシュ。タンクは近くにいて吹き飛ぶため周囲がやってくれると助かる。タイミングは発生と同時に潰すのがベストやね。この銃攻撃を避ける。床ドン範囲もドッジ。方向を食らうとガンガン間近とスタミナがなくなる。バッシュができてないと次の攻撃で倒れる確率が高くなります。DPS は突然来る突進攻撃に注意。離れてると避けやすいね。ガードも湿破回避で OK。慣れてくると方向のタイミングがわかるので、その瞬間だけ離れて自分で遠隔バッシュを入れるなどできます。これですね。固定する意味は焼きを早くするため。最初は時計回りにぐるぐる動いてたね。ストーンガーデンは2通りほどクリアするやり方があります。このダンジョンのハードをやるほどの人はおそらく固定を好むと思うので、グループ次第ではありますね。それでは次に。まず左のストーンハスクに寄せます。ここも左に寄せたり、入り口にキープする方法があるね。入り口固定は後に出る大きな範囲が避けやすい。地面を2回突くと雷炎氷のいずれかの範囲を出します。モードによるね。タンクが倒れそうになる攻撃は1つ。コアブラスト。体が光るのでガードも湿破回避。直撃すると倒れる。左のストーンハスクはビームを誰かにつけ追いかけてきます。効果はおそらくリソースを削る。ランダムなので DPS は受けないようにカイトしながら攻撃やね。氷のモードになるとドン速がかかり余計なダメージも受ける。小範囲に触れないよう動きたい。全員を氷結させてくる技です。ダハやね。これと似た攻撃で雷もありスタミナがないとコアブラストで倒れます。後半によく起こる事故やね。ちなみに右にいるストーンハスクもタウントした方が良い。体勢を下げるのと、実は近づくと殴ってきます。接近しすぎた時は DPS も注意やで。ストーンハスクに寄せるメリットは雑魚を一緒に削れること。デメリットは大きめの AOE が避けにくいことかな。炎の小範囲は炎上が必ずつきます。避けるのが吉よ。来たー。この範囲は中で転がっても必ず当たります。スタミナ使ってでも出るしかないね。稲妻のモードに切り替わっても油断はできない。というのは先ほど言った通り事故がこの辺で起きやすい。全員を気絶、凍結させる技の後のコアブラストがヤバみやね。あとはボス体力を見て残り5つでボスのみ攻撃に切り替えるかだけ。ハードモードだけありかなり DPS がいると思いますね。ラストに来たー。逃げてー。よっしゃー。個人的にこの一戦始まる前のボスと助手のやりとりは何かいいよ。ラスボスのギミックは道中にもあります。ウルフトニックを飲んだ敵がベヒモスに変身する。
倒すとエキスを落とすので DPS が広いベヒモス無双が始まります。道中こういう場所がありラストの練習にもなるね。スキルを覚えましょう。アルカシス戦はとてつもないダメージを食らいます。足元の小範囲は避ける。ボスの重攻撃も全てかわしたい。下の範囲を受けることで溶液の影響を受け強継続ダメージを受けます。90から60まで雑魚が1匹ずつ出現する。すぐにタウンとして DPS は雑魚から倒します。ボス自身武器に溶液を付与することで小範囲を踏んだのと同じ効果を出してくる。足元から出る炎を受けると確実に食らいます。体が使ったら継続がついてます。この異常なダメージを回復するためにヒラさんは頑張らないといけない。タンクのできることはこれくらいかな。小範囲を踏まなければ継続がつかない瞬間もできます。あと今回使ったタンク装備とヒラ装備を紹介します。タンク視点では攻撃が痛すぎることもあり、バニで 30% ダメージカットしつつ真空で回復もしてました。ラストに関してはハードをクリアするだけなら DPS 支援はいらないかもしれない。銃ごとに出る雑魚から倒してほしいからだね。まとめ焼きして2体抱えるのはきつい。ヒラ装備は多分こんな感じかな。回復重視でいいと思いますね。冬の猶予の氷範囲に入ると回復効果大きいぜ。そろそろ体力 60%、 ベヒモスフェーズに移る。継続ダメを受けてる時があるので回復忘れずに。今だ。ウルフトニックが落ちるので飲んでベヒモスに変身する。ここからは本来のギミックと今回使った方法を紹介します。両側のストーンハスクを左右の班でそれぞれ取ります。1を使い挑発して丸いカーペットのところに運ぶ。まとまったら5を使って強化して殴ります。腐食の連射は出た瞬間に止める。装置は4の踏みつけの衝撃波を使いここから壊します。ちょっと下に広がる範囲を3の気絶とウルトの切り込みのジャンプで止める。ウルトには蘇生の効果もありシナジーも出る。どんどん使ってすぐに終わらせる。まずストーンハスクをそれぞれ離します。柱を目印に結構距離を取る。ハスク同士が近づくと強化されるからです。食の連射はすぐ止める。ここは同じやね。装置は衝撃波で壊す。一体ずつやることで時間はかかります。まとめ焼きは慣れると早い。分ける方法は確実に気絶を止められるメリットはあるね。まとめ焼きの場合気絶がうまくいかない時もある。鈍速がかかる範囲は周りにいる雑魚やハスクに突進すると脱出できる。すぐに気絶させる。他のベヒモスたちが応援に来た。慣れるとベヒモスフェーズの方が楽になります。時を戻そう。 60から20% も同じ。ハスクが両サイドにいる場所で動かしながらボスをキープする。タンクとヒラはここが大変やね。ボスの重攻撃と雑魚の出現位置の確認、炎範囲を踏まないように動く。雑魚位置は音でもわかります。
銃攻撃は痛いので避けたいし、注意するところが多いね。雑魚は道中の装置を壊していればイノシシ、ズラ族、シャウラスの3種類。それぞれ痛いです。ガードなしで受けると倒れる。あと 60% からの特徴はボスが毒を噴出する何かを2つ投げつける。炎の代わりに毒が行き交ってるね。20からのベヒモスフェーズはハスク同士の交換が必要になる。それもまとめ焼きだと楽に突破できます。一応そちらも収録しました。確認にどうぞ。もう終わった。それぞれ柱の近くにハスクを放し、コンバットアラートの通知が来たら、味方のハスクに突進して交換します。交換は頻繁にあります。一度分かれば簡単だね。止めるぜ。もう一度時を戻そう。体力 20% になると雷をまとい 40% まで上がる。ここは動き方が重要です。雷の範囲から逃げるために時計回りに逃げる準備をする。瓶詰めの稲妻が始まったら全員ダッシュで固まりながら逃げる。放電する、を食らうと槍が刺さる。すぐにシナジー解除する。 10% ごとに雑魚がまたは来ます。稲妻がなくなったら雑魚を倒しボスを削ります。始まるぞ。逃げろ逃げろ。またか。タンクはタウントもあるので他のメンバーが即解除してくれると助かる。稲妻が終わった。ズラ族の銃攻撃は昼夜で、この範囲攻撃はバッシュできます。なかなか削れないんだよ。あそこか。通知された人に突然突進が来る。稲妻が始まった。逃げるぜ。やばい。少しでも遅れると巻き込まれます。あの稲妻のダメージはタンクでもかなり痛い。ここで倒れた場合結構きつくなる。槍を引き抜くフェーズが終われば、雑魚とボスを抱え少し戻ってもいい。稲妻の発生はボスの近くから始まるからですね。全員が固まれるように少し戻り、また削ります。よし、みんな復活した。ラスト数パーセントでも全滅するので油断ならないよ。逃げるぜ。よっしゃー。
装備とスキルを整えてじっくり挑みたいね。バフを受けずに戦うのです。スピランなどもあり気が向いたらやってもいいね。それではまた。